お疲れ様です。気になる男シリーズの今回は103話になります。まあ、皆さんね、コンテンツってどういう意味か分かりますかねコンテンツってのは意味をそのまま訳すと、中身っていうことになります。まあ、目次っていう言い方もありますけども、なんか書籍を買ってね、一番最初のページを開くと、コンテンツ第1章、第2章、第3章みたいな風に載ってると思うんですよ。つまりは、中身はこういうことになってますよっていう風な説明なんですよね。で コンテンテツを動画化した時まあいわゆるこの YouTube ですけども一つ一つの動画がコンテンツだと言えますで私たちはコンテンツ提供業なんですよね情報発信をして成りわとしているつまりそこから収益を得てるっていうことはコンテンツっていう商品を並べてそれをお客様に買っていただいてお代金をいただくって形になります、まあ、私ね最近ね近所にあのパン屋さんがオープンしたんですけども様々なパンがあるんですよで毎朝早くから起きてね もう今ぐらいの時間、今深夜3時ですけども、起きてパンをこねてると思います。で、朝9時の開店に間に合わせるように、様々な種類のパンをね、焼いて提供してると思うんですよ。じゃあ、パン屋さんに行って、パンがね、全くなかったらこれ、お客さんって何を買えばいいんですかね売り上げ上がりますかね上がんないですよね。え、そして、パンを買いに行ったんだけども、クリームパンしかありませんでした。たくさん売れますかね売り上げ、どこまで行きますかね クリームパンを頑張って買っても3個ぐらいだと思います。でも、クリームパン、あんパン、カレーパン、食パンっていうふうに4種類ぐらいあったら、それぞれ1つずつ買うかもしれませんよね。そういうふうな商品のバリエーションが売り上げを上げていくと言います。じゃあ、クリームパンが150円、カレーパンが200円、食パンが380円っていうふうに価格の差があったらどうでしょうか。売り上げは上がる傾向にあります。でも、商品が1個だけ300円。 クリーパンだけってなると、売り上げのマックスってまあせいぜい600円とか3あ900円ですかそのぐらいで収まっちゃうんじゃないかなと思うんですよさあこんな感じで日々営業しているパイアン屋さんでもコーヒーショップでもその他のねアパレル飲食店さまざまなお店がありますけども価格帯をいろいろと設定していて商品も SKU とかアイテムっていう言い方をするんですけどねさまざま出してるんですよ 例えばバンドル販売っていうのもありますパンが3個ありますそれぞれ300円全部買ったらなんと800円ですみたいな感じにするとね3つをセットで買うお客さんが増えるわけですよバンドル販売要するに抱き合わせ販売をすることによって例えば今3個中の3個を選ぶようにしましたけどもじゃあ20種類のパンがありました1個全品300円ですただし 3つ買うと3つあたり800円しますよって言ったら3度倍数で売れていく可能性が非常に高いんですよね。そうやって単価は300円なんだけども実際に売るときには単価800円って売り方をするんですよ。だって1人の人が3個まとめて買うケースが多いわけでしょう。そうすると単価800円というふうな数え方ができるんですよ。でも商品1個1個の単価は300円に設定してるんですよね。300円なのに800円という単価が取れていくっていうのは非常に商売としては上手なやり方。 これがバンドル販売っていうんですけどねまだまだ商売の販売方法にはたくさんあって売れるパン屋さん売れる飲食店売れるお店っていうのはこの経営手法とか販売手法をたくさん用いてるんですよねそのために SKU とかアイテムっていう概念を作っていきます SKU アイテムっていう概念に関しましては、まあ、検索していただくかまた別のコーナーでやっていこうと思いますので今回説明は割愛させていただきますさあ私がね 今、何を言うとしてるのか。ピンと来た方はビジネスのセンスがあります。そうなんですよ。この YouTube にしても、情報発信業という、いわゆるパンを焼いているようなもんなんですよ。パンを焼いて、様々な商品を並べています。その中に、必ず必要なのがコンテンツなんですよ。いや、コンテンツって当たり前だろって言われるかもしれません。なぜなら、どんな動画でもコンテンツだからなんですよ。そうなんですよね。どんな動画発信をしても全部コンテンツなんですけども、 私から見ると、ほとんどの動画発信にコンテンツがないんですよ。これどういう意味かわかりますかね。中身がないってことなんですけども、じゃあ中身って具体的に何ですかっていうふうに定義するとしたら、どんな定義を入れますかこれはタカさんにも聞いてみたいんですけどね。YouTube でネタが尽きるっていう人は、このコンテンツ、中身がないからネタが尽きるんですよ。単なる雑談になってしまうんですよね。でも雑談も、有名人になったら雑談も面白いんですけども、 無名のうちはは雑談は誰も聞きたくないんですよつまんないんですよねじゃあ回答をそろそろ言いましょうかコンテンツとは何ぞやそれは問題解決なんですよ動画を一つ見ると一つ疑問に思っていたことが解決されるそれが5分とか10分の動画にまとまっていたらこの動画は意味があったよね価値があったよねっていうふうに受け取ってもらえるんですよ動画を見たんだけどもダラダラとその人の感想を言ってるだけでした それってあなたの感想ですよねみたいなねなんかツッコミもありますけどもいや本当にね感想を言うぐらいだったら別に聞きたくねえよって話なんですよねもちろん感想を求めていますっていう人に対してはそれでもいいと思いますけども多くの人は個人的な感想を聞きたいわけじゃないんですよ自分の困った問題に対する答えがいるんですよねだから困った問題の問題解決をする動画が1本あるとこの人は問題解決をしてくれる人なんだなってことで信頼関係が1つ 高まっていくんですよね。だから私たちは常にどんな無料動画でもそこに問題解決っていうテーマをはめ込んでるんですよ。じゃあどんな問題解決すればいいんですかね。お金の問題解決。仕事での問題解決。恋愛、人間関係の問題解決。健康での問題解決です。ね、私はね、恋愛の相談もよく受けるんですよ。で、その相談の一部を 動画コンテンテツ化しています。例えばね34歳ですと8年間付き合った彼氏に振られましたこれから婚活間に合いますかね、まあ、結論は間に合わないんですけどね20代の頃から8年もずっと一緒にいて当然お互いに結婚も意識してきたでしょうでも34歳になって別れるってことはどういうことかっていうと若さを失ったその女性に 残念ながらそれ以外のものがなかったってことで見限られちゃったんですよ。だから結婚はちょっと考えられないなっていうことだったんですよね。だったら20代のうちに先手打って結婚した方が良かったんですよね。その辺もあったでしょうねきっと。だから20代の頃は多分女性の方がねこれ言われてましたけども男性の将来的な価値が分からないから結婚を待ってもらったっていうんですよ。ね。ある意味結婚ってのは人生で最も大事な選択を冷静にしなくてはいけない時です。 だからそこに感情を入れちゃいけないんですよ。でも多くの人は感情、つまり恋愛で結婚するんですよね。だから感情が冷めた時にお互いの本性が分かるわけですよ。その本性がとっても尊敬に満ちたものだったら続くと思いますけども、なんだこの人はっていう風になっちゃったりね。いまだにそんなこと言ってんのとか言ったりね。全く生活力ないわねってなるとお互いに不具合が起きちゃうんですよね。いやだからね、かなり厄介ですよ。 その辺はだったら早めに結婚とはどういうものかとかお互いに対して自分はどのくらいの労力が避けるのかとかねどのくらいだったらお互いにすり寄っていけるのかってことをやっぱり革新的なことを話し合っていかないといけないんですよね一緒に暮らすとライイフスタイルの違いから相互も起きてくると思いいますいつも整理整頓してとっても綺麗にするのが好きな人と少々の汚れとか散らかれだったら気にしない人これが同居すると、ね、かなりトラブル起きますよ ね、片っぽでは散らかったことが許されないとかね。こまめに掃除をするのに、片っぽの方はそこそこその辺散らかってもあまり気にしないとかね。靴を揃えて玄関に並べる習慣がない人といつもきっちりしていたい人い。本当にこれ厄介ですよ。洗濯も溜まったらする人とこまめにする人。これが一,挙一緒になるわけですからね。食事の時間だってデートの時はデート時間に合わせて食事もするでしょうけども、一緒に暮らすとなるとね、 起きる時間も一緒じゃないと、食事をする時間も一緒にならないわけですよ。で、自分のお腹が空いたタイミングと、家族のね、他の方のお腹が空いたタイミングが一致するとも限らないけども、食事時間は一緒にしようと思ったら、なかなかうまくいかなかったりするんですよ。そういった中で、なるべく間食を取らないようにしようとか、でもお腹が空くから自分の好きなラーメンを食べちゃったりとかね。ともすれば、こういうこともあります。結婚すると自由がなくなるからとかね。なんですか、これは。ですよね。 いや結婚して自由がなくなる程度の暮らししか作れない人が集まるんだったら結婚しない方がいいじゃないですか結婚してもね自由を失わないむしろ相手に自由をどんどん提供できるような自分そういうのが2人あさるととってもいい家庭ができると思うんですよここが肝心なところですよ結婚してお互いに自由がなくなるなんだこれはと思いませんか結婚したら相手の自由をさらにね高めていくために自分がそういった自由を提供する係になればいいわけでしょ そして向こうも自分に対して自由を提供することをずっとね頑張って構築してくれたらいい関係になるわけじゃないですかでその上で一緒にやっていくことっていうのもできるわけですよだって自由を尊重されてるわけですから一緒にやろうねっていうふうなある意味相手の自由を束縛することも喜んで引き受けてくれるわけなんですよそういった問題が、ね、ありますんでちょっと問題聞くと離れましたね、はい、じゃあまあ整理しましょうか あのコンテンツってのは問題解決なんですよだから一つの動画に対して「今回はどんな問題解決をしたんですか?」っていうふうな回答がなければそのコンテンツはだんだん飽きられて見,見てもらえなくなるつまり無料コンテンツのリピートが起きなくなってくるんですよで今回ね「気になる男」シリーズ0話から100話までやらせていただいてで売り上げが生まれましたよね そして目標した売り上げを達成したんでちょっとね泣いちゃうかもしんないなっていう風な不安な感想をタカさんの方にねもし抱かしてしまったとしたんだったらあこれはいかんなってことで早速200話までのミッションを私なりに設定してみましたそれは100回のやり取りっていうのは0から100からでも100から200でも同じなんですよということは本当に0から100万までのねこの歩みが人の悩みに即したもの 寄り添ったものだとしたらそれの結果生まれた100万あっと30万だとしたらねこれ101話から200話までの間にも同じぐらいの売り上げが生まれないともうおかしいわけなんですよねそれはビジネスじゃなくてたまたまだったとも言えちゃうんですよだからこの101話からもう101話過ぎちゃいましたけども200話に至るまでにどれだけ多くの問題解決ができるかっていうことを私はテーマにお送りしたいと思います例えば 新しい動画の視聴者さんを1話重ねるごとに1人でも掴んでおこうかなと思えばそれなりの動画のタイトルとかサムネイルになってくると思いますし問題解決をするためのフォーカスもしていくと思うんですよ。YouTube でいかに稼ぐかっていうことをずっとねしつこく101話から200話までやるのもよしだと思うんですよ。そうすると YouTube でのみ悩んでる方とか YouTube に可能性を書きたいんだけどもどういうふうにすればいいのかなっていう人に刺さるようなね100話が200話までの100話ができると思うんですよそうなったらガにこの人たちに任せても大丈夫だなと高さんに任せても大丈夫だなっていうような信頼が生まれるんじゃないかなとその信頼に達する人数とかける単価っていうのが30万なのか60万なのか50万なのかねそこはまだ分かりませんけども でもそこを目指さないといけないかなと思います。というところでね、まあ、タカさんはあ同じく30万を目指すというふうに言われてましたけれども、私は、ね、タカさんには50万とかは最低行ってもらいたいなと思うんですよ。じゃあそのための手法、もう一つお話します。パン屋の話しましたよね。今、タカさんのショーケースにはクリームパン1個が300円で出てる状態なんですよ。これではうまくいって、そのクリームパン1個が売れて300円なんですよね。 だから、カレーパンも出していったらどうですかとかね。バンドル販売してみましょうかとか。それから、あえて逆の低価格の商品を出したらどうかなと塩パン100円とかね。そんな感じでどうかなというふうな気はするんですよね。これは提案でもないですし、押し付けでもありません。ぼやーんと私が語ってるだけです。タカさんがどういうふうに感じて、どういうふうに行動するかっていうのは、特に私の思考の制限を受けるもんではありませんけども、でも今さらね、タカさんが、YouTube の このね、サポート込みの塾を運営されていて、その価格が30万だとしたら、じゃあですね、1週間だけの YouTube サポートコース、これを3000円で売ることはできないかなって考えたりとか、あとはね、タカさんの1泊2日みっちりコース、これを50万で合宿として売れないかなとかね、こういうふうに広げていったりとか、あとそうですね、 タカさんが、あなたのアクセスを倍増させるためのね、ブースターをお送りしますよ、みたいなのをオプションで15万で儲けたりとかね、その他にも、チャンネル登録1000人まで、私がいつまでかかってもサポートしますみたいなね、そんなコースを設けてみたりとか、ここに価格をつけたりとかね、まあ、様々考えられるかなと。あとはタカさんのコンテンツの一部を切り抜いて、それを 低単価でで出していいくみたいな方法もあると思うんですよ。これはドリームアカデミア手法ですけどねドリームアカデミアに入った人には全部のコンテンツが提供されるけどもドリームアカデミアいきなり120万で買うのはどうもなーって人には1万円でセミナーの動画ですみたいなね切り売りもちゃんとやっていくみたいな切り売りを買った人は少しずつドリームアカデミア本編を買うように誘導されていくみたいな形ですよねどちらにしてもリピートが起きるのは間違いないですしリピートになるってことは他の動画に流れる可能性が非常に低いってことなんですよ まですのでね、本当にみっちりとした自分の世界、自分軍団っていうの中で、みっちりと生涯の付き合いがね、できていくってことになると思います。さあ、そろそろ動画の結論を出していこうと思いますけども、この動画一本一本なんですけども、これはコンテンツ提供と呼ばれます。で、コンテンツっていうのは中身です。中身っていうのはどういうことかっていうと、問題解決が入ってますかってことなんですよ。一つの動画を見たときに、一つの解決、もしくは二つの解決が入っている。 とその動画にには価値があっったねねていう風に言われるんですよ、ね、特に、なんで動画を再生するかっていうと、まあ、楽しみのために単なる暇つぶしっていうのもありますけども、でも多くの人は、なるほどねって言いたいわけなんですよ。あ、そういうことだったのかっていうの発見が欲しいわけなんですよ。いやーよくわかったっていう問題解析に至ると、あ、この人の動画を見たら自分の中のモヤモヤとか困っていた問題が解決するなっていうふうに信頼関係が一歩高まるんですよね。 だからチャンネル登録を起きる。チャンネル登録が次の動画への期待なんですよ。で、次の動画に期待できなくなると、チャンネルを解除されちゃいます。解除されるんだったらまだいいんですけども、解除しないのに見ない人っていうのは一番立ちが悪いです。もう私のチャンネル登録もね、1万4000人いますけども、もうね、この1万4000人っていうのは3年ぐらい前に行ったんですよで。そっから伸びてないんですよね。これどういうことかっていうと、動画の更新通知は来てるんだけども、そもそももうね、 見てないし、見てないから解除もしてないんですよ。<laughs> 幽霊部員みたいな感じです。で、解除する必要っていうのは、少なくとも動画を見てるから解除するんで、そっちの方がまだね、救いがあるような感じがするんですよ。で、チャンネル登録の人数と再生数がだんだんアンバランスになってくるっていうのは、私はね、YouTube の中でよく起きることだなと思って、実感もしております。例えば、チャンネル登録10万人の人が、再生数がね、300と400がバーッと並ぶわけなんですよ。そういうのを見ていくと、え10万人いてもこうなのみたいな。 だ10万人ってのは、うん、なんかね、黒帯なんだけども、だけども、試合にあんまり出れない人みたいな感じですかね。<laughs> うん、だから、その辺もね、皮肉な YouTube の人間関係かなと思います。うん。はい、というところでね、200話に至るまで、まあ、私がね、もし、商売をするとしたら、商品の形を変えたものを出していくとか、価格帯を豊かにしていくとか、 でもその価格帯がばらつくのも何でかっていうと本編の30万の塾を売るためだっていうふうに感じます。小畜売ってあるじゃないですか。お寿司でも何でもね。小畜売のうち真ん中が一番売れるんですよ。まあ、逆に言うと真ん中を売るためにわざわざ高い商品と安い商品をそこに配置してるっていうふうな三角関係を作ってるんですよね。500万円のもの、300万円のもの、100万円のもの、300万が一番売れるんですよ。で、300万一個だと、実はね、 3つの価格設定すするるよよりも売上が落ちるんですよこれもビジネスの、まあ、言ってみれば基礎の常識の分かなと思いますんであらゆるマーケットでそういうふうになってると思います真ん中のものから売れるんですよね安い商品でもなくて高い商品でもなくてやっぱり中間層から先に手がつけられていくのかなと思いますまあ今度ねコンビニに行ったらお弁当見てもらいたいんですけども多分ね400円台が最も売れるんじゃないですかまあ500円とかね で800円前後のものとかもうちょっと安いもの2 0 3 0 0円のものっていうのは多分残る傾向にあると思うんですよまあコンビニだったらちょっとね価格がそこまでばらつきがないんで分かりにくいかもしれませんけどもまあ飲食店で、まあ、ランチとかデ、ね、ィナーで必ずおすすめコースって一番安いものでもないし一番高いものでもない真ん中のところがおすすめコースになってると思うんですよ780円とか880円のランチとかそうだと思いますけどね500円とか1500円とかね、うん、ああいったものはあまり出ないんですよね あの私学食でね大学の時に A ランチ B ランチ C ランチってあって C ランチが一番高級だったんですけどもやっぱ B が一番売れてましたね A ランチは納豆かけご飯とか卵かけご飯とかね結構簡単なもんなんですよ鮭ご飯とかねで B ランチになってくるとなんかエビフライ定食とかねハンバーグ定食とかになるんですけどもであのなんですかね C 定食になると一番高いんですけどもハンバーグもエビもスパゲティも全部乗ってるんですよ <laughs> 唐揚げとかもね うん、だからそんな感じで、よーし、今日は食うぞーみたいな時は C ランチがあって、まあ今日は普通だよねみたいな時に B ランチ。でああ、なんか結構今月苦しいなって時は A になるみたいなね。そんな選び方ができる中で、やっぱり人っていうのはね、真ん中をたくさん買う傾向にあるんですよね。<laughs> はい、ということで今回のお気になる男シリーズなんですけども、コンテンツには問題解決を入れていけば商品は売れやすいんじゃないかなってことと、商品には価格と、それから商品群、こういったものを構えることによって、 また売れやすくなるということね、ちょっとお話ししてみました。えー、今回も何かしらの問題解決になれば幸いでございます。お疲れ様でした。